12月4日午後7時30分今年最大の試合が今行われようとしています。こんばんは、島田紳助です。ここは名古屋市総合体育館、レインボーホールの前です。WBC 世界バンタム級、統一王座決定戦、薬師康生対辰吉丈一郎の試合が、間もなくゴングを迎えようとしています。というわけで我々非常に緊張してますが、この会場の前に今お二人に来ていただきました。まずは赤井秀和さんですけども、今日の試合どうですか？この世界が注目するその、まあ、ボクシングファンのみならずもう日本世界中がこう注目しているこの一戦、もう死闘が見れるんじゃないかなと思います。はい、そしてもう先ほどから1時間2時間前からお越しになって食事が喉に通らないとおっしゃってます具志堅用子さんです。どうも。いやもう今までねあれだけの世界戦を見てきましたけど、こんなに緊張した世界戦ってないです ね。はい、なんかすごい大きな結婚式に参列してるっていう気分ですよね。そうですね。ね、おそらく今日の試合はですね、我々、まあ、僕はボクシングファンですけども一生心の中に残るような試合が演じられるんじゃないかと思います。そうですね、こういう試合が二度と見られないファイトするんじゃないですかね。おそらくあのボクシング史上の歴史に残るようなファイトになると思います。はい、そんな試合まもなくゴングです。我々も会場の中に入ってみたいと思います。まもなく始まります。この番組は人と自然と響き合うサントリー、ジョモ、三共株式会社、 SNK、 JR 東海、メガネスーパー、グンゼ、トヨタ自動車の提供でお送りします。名古屋のレインボーホールはもう超満員です。私も試合開始3時間前に入ったんですけども、いろんな世界戦を見に来ましたけども、3時間前の状態で会場が満杯というのは私世界戦史上初めてじゃないかと思います。両陣営非常に緊張したムードでですね、5時前ぐらいに入ってまいりました。ではですね、控室の表示を見てみたいと思います。まずは辰吉陣営の控室、赤木アナウンサー。はい、なにわの城が再び世界の城に帰る時がやってきました。減量も順調、仕上がりは最高という辰吉。5時20分に昨日とは全く違う厳しい表情でこの控室に入ってきました。昨日は計量の後2回食事をとった辰吉選手、睡眠時間はおよそ6時間、いつも通りの朝を迎えました。今回磨きをかけた今まで日本人が打ったことのないというスペシャルコンビネーションがいつどんな形で炸裂するのか、ちょうど500日ぶりになる国内の試合に向け、この後1分間の精神集中、恒例の必勝の儀式に入ります。以上、辰吉選手の控室でした。はい、辰吉選手がですね、このホールに入場した時ですね、普段の辰吉選手と全く違う表情で入ってきました。まあ、それに控えですね、薬師選手はカメラに向かってこう笑顔、ピースサインを振りまきながら、まあ、余裕と見えるんでしょうか、そういうリラックスしたムードで入ってまいりました。試合前の薬師寺選手の陣営控室はどうでしょうか。伊藤アナウンサー、お願いします。その時の表情とは打って変わって本当に真剣なものになっています。薬師チャンピオンにとってどうしても負けられない、そしてどうしても超えなければならないのがこの辰吉との一戦です。3年前、その実力の差をまざまざと見せつけられたスパーリングの時とは大きく違った成長した姿を全国の皆さんに、そして何よりも辰吉丈一郎本人に見せつける時がついにやってきました。辰吉の顔を打ち抜く薬師寺必殺のフィニッシュブローは右のストレートです。あの赤井さんね、はい、東京から今日来たんですけど、東京でも薬師寺辰吉というのは分かれてますよね。そしてこの名古屋へ来ても分かれてるんですよね。はい、すごい試合が期待できますけども。ただね、この名古屋開催になりまして、うん、薬師寺選手の、やっぱりこう、まあ、プレッシャーじゃないし、自分に対するあのその期待のかかり方、ね、はい、頑張りというのはですね、非常にこうプラスになると思うんですよ。うん、だから実力以上のものを出してくれるんじゃないかなと、すごい壮絶な試合になるかなというふうに、想像します。はい、ではですね、まあ、あの両者のですね、プロフィールですけども、皆様今更という感じがあるかもしれませんけども、試合前改めてもう一度ご覧ください。 VTR でどうぞ。薬師寺康生、1987年7月プロデビュー。昨年12月世界タイトル初挑戦でチャンピオンヨン・ジョンイルを判定で破り、名古屋から2人目の世界王者に輝いた。
その後2度の防衛戦も KO で飾り、一戦ごとにたくましさを身につけてきた。辰吉有利の下馬評を得意の右ストレートで打ち破ることができるか。あんまりね、その死刑王とか狙うとあんまりいつもろくな試合にならんのでね、あの力入れずにね、1ラウンドからね行きたいですね。天才ボクサー辰吉丈一郎、プロデビューわずか8戦目でリチャードソンを TKO で破り世界チャンピオンに輝く。網膜裂孔に続き昨年は網膜剥離を患い引退の危機に追い込まれたが、リング復活に執念を燃やし今年7月ハワイでスアレスを下し暫定チャンピオンに返り咲く。これがもう辰吉丈一郎というような試合を見せますので、まあ、どうか期待してください。日本人同士のチャンピオン対決、勝者はどちらだ。辰吉が勝つ、薬師が勝つ、いずれにしろ KO だということはですね、皆さんおっしゃってます。しかし僕個人的な、まあ、あの願いで言うと12ラウンド見たい。こんな試合は1分1秒でも長く見たいと思いますね。そして12ラウンド死闘を繰り広げた後、両者にですねこの1万人の人々がですね本当の心を込めた拍手を送る、そんな感動的な試合を僕は期待したいと思います。あと十数分でそのゴングが鳴ります。コマーシャルとは実況席のですね塩見アナウンサー、具志堅用高さん、井岡弘樹さんにですねバトンタッチしたいと思います。ではあの赤井さん、我々も場内に入りましょうか。はい、WBC 世界バンタム級統一王座決定戦、チャンピオン薬師寺康生対暫定チャンピオン辰吉丈一郎、史上初めての日本人同士によりますチャンピオンと暫定チャンピオンの統一戦、まさに世紀の対決です。それでは放送席解説のお二方をご紹介しましょう。まず私のお隣です、元世界ジュニアフライ級チャンピオンの具志堅用高さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてゲスト解説といたしまして、ストロー級ジュニアフライ級の2階級で世界チャンピオンになりました井岡弘樹さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。ま辰吉薬師両選手の共通の友人ということで、はい、今日はよろしくお願いいたします。はい、お願いします。まずお二人に簡単に予想一言ずつお願いいたします。そうですね、やっぱり僕はもう両者とね、両者のあの世紀の一戦というかね、はい、今日やっぱりもう待ちに待った試合じゃないかと私は思いますね。どっちが勝ちます？もうこれはもうゴングなるのを待つしかないですね。はい、井岡さんは？そうですね、あの僕もみんなに言われるんですけどね、ほんま五分五分と思いますね。はい、ほんまやってみなわからんっていうのが今日の試合は思います。さあそれでは両者の体格を比較してまいりましょう。まず網膜剥離が治ったと言われる辰吉の左目は視力 0.6 で、まあ、まずは問題ないということです。そして身長では 8.6 センチ薬師寺が高い、リーチでは逆に7センチ辰吉が上回っています。このあたりはどうでしょうね、具志堅さん。あの身長はそんなに今回はあのそんなに差があの感じられないと思いますよ。はい、ただリーチの方がね、やっぱりあの、はい、辰吉君の方はやっぱり身長にしちゃリーチが長いですね。そうですね、だからもう離れてよし、引っ付いてよしじゃないかなと思いますね。はい、WBC 世界バンタム級統一王座決定戦、まもなく選手入場です。12月4日午後7時30分今年最大の試合が今行われようとしています。こんばんは、島田紳助です。ここは名古屋市総合体育館、連合ホールの前です。WBC 世界バンタム級、統一王座決定戦、薬師寺康生対辰吉丈一郎の試合が、間もなくゴングを迎えようとしています。というわけで我々非常に緊張してますが、この会場の前に今お二人に来ていただきました。まずは赤井秀和さんですけども、今日の試合どうですか？この世界が注目するその、まあ、ボクシングファンのみならず、もう日本世界中がこう注目しているこの一戦、もう死闘が見れるんじゃないかなと思います。はい、そしてもう先ほどから1時間2時間前からお越しになって、食事が喉に通らないとおっしゃってます具志堅用子さんです。どうも。どうも。いやもう今までねあれだけの世界戦を見てきましたけど、こんなに緊張した世界戦でないです ね。はい、なんかすごい大きな結婚式に参列してるっていう気分ですよね。そうですね、ね、おそらく今日の試合はですね、我々、まあ、僕はボクシングファンですけども、一生心の中に残るような試合が演じられるんじゃないかと思います。そうですね、こういう試合が二度と見られないファイトするんじゃないですかね。おそらくあのボクシング史上の歴史に残るようなファイトになると思います。はい、そんな試合まもなくゴングです。我々も会場の中に入ってみたいと思います。まもなく始まります。
この番組は人と自然と響き合うサントリー、ジョモ、産協株式会社、 SNK、 JR 東海、メガネスーパー、グンゼ。12月4日午後7時30分、今年最大の試合が今行われようとしています。こんばんは、島田紳助です。ここは名古屋市総合体育館、連邦ホールの前です。WBC 世界バンタム級、統一王座決定戦、薬師寺安生対辰吉丈一郎の試合が、間もなくゴングを迎えようとしています。というわけで我々非常に緊張しますが、この会場の前に今お二人に来ていただきました。まずは赤井秀和さんですけども、今日の試合どうですか？この世界が注目するその、ボクシングファンのみならず、もう日本世界中がこう注目しているこの一戦、もう死闘が見れるんじゃないかなと思います。はい、そしてもう先ほどから1時間2時間前からお越しになって、食事が喉に通らないとおっしゃってます具志堅用子さんです。どうも。どうも。いやもう今までね、あれだけの世界戦を見てきましたけど、こんなに緊張した世界戦でないです ね。はい。なんかすごい大きな結婚式に参列してるっていう気分ですよね。そうですね。ね、おそらく今日の試合はですね、我々、僕はボクシングファンですけども、一生心の中に残るような試合が演じられるんじゃないかと思います。そうですね。こういう試合が二度と見られないファイトするんじゃないですかね。おそらくボクシング史上の歴史に残るようなファイトになると思います。はい、そんな試合まもなくゴングです。我々も会場の中に入ってみたいと思います。まもなく始まります。この番組は人と自然と響き合うサントリー、ジョモ、産協株式会社、 SNK、 JR 東海、メガネスーパー、グンゼ、トヨタ自動車の提供。12月4日午後7時30分、今年最大の試合が今行われようとしています。こんばんは、島田紳助です。ここは名古屋市総合体育館、連邦ホールの前です。WBC 世界バンタム級、統一王座決定戦、薬師寺安生対辰吉丈一郎の試合が、間もなくゴングを迎えようとしています。というわけで我々非常に緊張しますが、この会場の前に今お二人に来ていただきました。まずは赤井秀和さんですけども、今日の試合どうですか？この世界が注目するその、ボクシングファンのみならず、もう日本世界中がこう注目しているこの一戦、もう死闘が見れるんじゃないかなと思います。はい、はい、そしてもう先ほどから1時間2時間前からお越しになって、食事が喉に通らないとおっしゃってます具志堅用子さんです。どうも。どうも。いやもう今までね、あれだけの世界戦を見てきましたけど、こんなに緊張した。国内の試合に向け、このあと1分間の精神集中、恒例の必勝の儀式に入ります。以上、辰吉選手の控室でした。はい、辰吉選手がですね、このホールに入場した時ですね、普段の辰吉選手と全く違う表情で入ってきました。それに控えですね、薬師選手はカメラに向かってこう笑顔、ピースサインを振りまきながら、余裕と見えるんでしょうか、そういうリラックスしたムードで入ってまいりました。試合前の薬師寺選手の陣営控室はどうでしょうか。伊藤アナウンサー、お願いします。その時の表情とは打って変わって本当に真剣なものになっています。薬師寺チャンピオンにとってどうしても負けられない、そしてどうしても超えなければならないのがこの辰吉との一戦です。3年前その実力の差をまざまざと見せつけられたスパーリングの時とは大きく違った成長した姿を全国の皆さんに、そして何よりも辰吉丈一郎本人に見せつける時がついにやってきました。辰吉の顔を打ち抜く薬師寺必殺のフィニッシュブローは右のストレートです。赤井さんね、はい、東京から今日来たんですけど、東京でも薬師寺辰吉というのは分かれてますよね。そしてこの名古屋へ来ても分かれてるんですよね。はい、すごい試合が期待できますけども。ただね、この名古屋開催になりまして、薬師寺選手の、やっぱりこう、プレッシャーじゃないし、自分に対するその期待の
かかり方、ね、はい、頑張りというのはですね、非常にこうプラスになると思うんですよ、うん、だから実力以上のものを出してくれるんじゃないかなと、すごい壮絶な試合になるかなというふうに、想像します。はい、ではですね、まあ、あの両者のですね、プロフィールですけども、皆様今更という感じがあるかもしれませんけども、試合前改めてもう一度ご覧ください。 VTR でどうぞ。薬師寺野生、1987年7月プロデビュー、昨年12月世界タイトル初挑戦でチャンピオンヨン・ジョンイルを判定で破り、名古屋から2人目の世界王者に輝いた。その後2度の防衛戦も KO で飾り、一戦ごとにたくましさを身につけてきた。辰吉有利の下馬評を得意の右ストレートで打ち破ることができるか。あんまりね、その KO とか狙うとあんまりいつもろくな試合にならんのでね、あの力入れずにね、1ラウンドからね行きたいですね。天才ボクサー辰吉丈一郎、プロデビューわずか8戦目でリチャードソンを TKO で破り世界チャンピオンに輝く。網膜裂孔に続き昨年は網膜117パウンド2分の1大阪テイケンジム所属辰吉丈一郎。ジャッジをご紹介しましょう。まずカロール・カステラーのアメリカ女性ジャッジです。そして日本人同士のタイトルマッチということで、2人の日本人ジャッジ、浦谷信明、そして森田健、2人とも中立祭の東京からやってまいりました。レフリーはリチャード・スティール、アメリカ、世界戦は105回目、2度の辰吉生まれ戦のレフリーも務め、日本でもおなじみです。具志堅さん、はい、ものすごい盛り上がりようです。そうですね、私こういう世界戦はまず見たことないですね、本当にもう日本のねボクシング史上初めてじゃないですかね、この世界戦は、はい、名古屋でやるからどちらの歓声が多いかと思いましたが、辰吉の歓声もものすごく多かった。そうですね、五分と五分という感じでした。名古屋は決して敵地ではないと言っていた辰吉の言葉は嘘ではありませんでした。まもなくゴングです。しっかりと確認を取ります。チールレフリー、ゴンが鳴りました。世紀の対戦のゴンが鳴りました。この第1ラウンド、多くのボクシングファンがどんな立ち上がりになるんだろうかと、もうそれこそ何回も何十回も夢見たことでしょう。辰吉は出てくる思ったんですけどね、ね、見てますよね。そうですね、歩かわせただけでした。しかしゴング鳴ったばかな、ゴング鳴ったばかりなんですけど、辰吉君の立ち上がりはいいですね。いいですか、はい、このやっぱりもうリズムを取ってますね、自分でね。具志堅さん、昨日の計量ではちょっとその辰吉選手の表情とか、心配されていたんですが、はい、今どうですか。いや、やっぱ顔色もいいしね、はいはい、何してもやっぱりリズムがいいですね、はいはい、逆にやっぱりチャンピオン薬師寺の方は硬いですね、硬い、はい、この1ラウンドは硬いですね、はい、辰吉1分間見ました。薬師寺ブロックしています。いや、やっぱり入ってきますね。ミノストレートを振りました。薬師寺、辰吉はやっぱり入ってきますね。もうお互いのパンチはまだ当たってないんですが、それでも大きな歓声です。左のジャブをかわします。出ましたね、辰吉のあのパフォーマンスが、パフォーマンス、サイドから攻めると言っておりました辰吉。そして薬師のパンチ当たることはない、俺が打って打って打つだけなんだと言っておりました。井岡さん、はい、薬師にとってはあの左のジャブを当てることですね。そうですね、あのジャブが鍵に来ると思うんですけどね、今のところ薬師陣も辰吉のパンチを見てますからね、お互い五分と五分ですね、いい感じですね。これ何年前ですか、やっぱり辰吉君のスパーリングパートナーをしていたって3年前ですね。3年前ですね。この時はもう全く問題にならなかったんですね、実力が。そうだしね、ちょうどあの世界戦を前にした辰吉、まあ、非常にいい状態だった時ですね。そうですね、薬師陣は6月に日本チャンピオンになって、そして8月にこの2人が3年前の8月にスパーリングを行いました。
左のストレート当てました薬師寺。しかしチャンピオンの薬師寺、はい、左いいですね。左がいいですか、はい、左が一つポイントになるのであると思いました。左が当たった薬師寺の左のストレート当たりました。よく相手見てますね、落ち着いてますね薬師寺。相手のパンチよく見てますよね、はい、ここまで232ラウンドのスパーリングをこなしてまいりました薬師寺康生。とにかくスパーリングでやってまいりました。一方の辰吉は62ラウンドのスパーリングでした。ここでゴング、第1ラウンドが終了しました。第1ラウンドは静かな立ち上がりでした。具志堅さん、もっとね辰吉が出てくるかなと思いましたね、はい、塩見さん、はい、赤コーナーチャンピオンサイドですので、第1ラウンドのマックからの指示は鼻を狙え、目を狙え、はい、下がるな、相手のペースにはまるな、挑発に乗るなということでした、とにかくファーストに行け、ジャブを使え、鼻を狙え、目を狙えです。はい、今日のリポーターはまずチャンピオンサイドの薬師寺の方は CBC の伊藤敦樹アナウンサー、そして青コーナー辰吉サイドはNBS 毎日放送の赤木誠アナウンサーです。陽子さん、薬師寺は落ち着いてますね、はい、そうですね、辰吉がもっと出てくると思ったんですよね、僕の予想では、はい、でも薬師寺が相手のパンチよく見てますからね。右を打っていきました辰吉。ただこれは島田トレーナーが辰吉の島田トレーナーが漏らしていたんですが、はい、辰吉は第1ラウンドは行かないと、2ラウンドぐらいから行くんだと、早ければ3ラウンドだと言っておりました。左のジャブが当たります辰吉。これは勝負かけてますよ、辰吉君は。辰吉もう勝負ですか、はい、もう入っていってますね。辰吉の表情が第1ラウンドからちょっと変わりました。右のストレート、おおっと、薬師のパンチも当たりました。しかし私心配されるのはですね、辰吉君のですね、このガード、辰吉のガード左を下げてるんですね、もう両手下げてるね、これ怖いね本当に、はい、この方が本人は打ちやすいということなんですけどね。これやっぱり打ちやすいという一つはですね、目にね、はい、やっぱり邪魔になると思うんですよ。左目がガードを上げたらですね、2回痛めてますからね辰吉の場合は。ガードをしたらですね、その感覚がつかめないと思いますね、ちょっと辰吉が硬いような感じしますね。辰吉の動きがちょっと硬くなりましたか、はい、薬師寺のジャブがちょっと当たり出しましたよね、まあ、どちらにしても左ジャブを当てていった試合が2人ともこう共通しているんですが、いい試合になってるんですね。辰吉のパンチがあります。両者ともあれですね、右が入ります。辰吉反撃です。両者とも顔がちょっと明るんでますね。早い回に決まるのではないかという予想もあります。この試合正規の対決、日本人初のチャンピオンと暫定チャンピオンの争いです。最高の試合してますね、ミドボディ、辰吉は接近性なんか強いですよね。おっと押し倒しました。ゴングずれた薬師寺、もう時間がない。ここでゴング、第2ラウンドが終了しました。2分を過ぎてから辰吉のパンチが当たるようになってまいりました。具志堅さん、ちょっとはペースをつかみかけているというふうに見ていいんですか。そうですね、お互いもう1ラウンド終わったらですね、もう選手の手で緊張の中から溺れてですね、それで判断をしてよし行くぞっていう感じですね、はい、放送席塩見さん、はい、青コーナーです、辰吉サイドは第1ラウンド、大久保トレーナーあたりがスピードが違うんだと、さあ行こうかという早くも掛け声が出たんですが、第2ラウンドになりますとね、もっと頭を振れ、リズムを取れという声がかなり多くなりました、はい、吉井会長は辰吉の動き自体は硬さもないし順調だということです。あ、そうですか、赤木アナウンサーのレポートでした。塩見さん、
はい、一方チャンピオンサイドですがね、相変わらず目を狙え、そしてジャブを出せ、はい、下から突き上げろ、ロックのリズムで打てと言っています。そしてあと3ラウンドで決められると言ってますね。あ、そうですか、あと3ラウンドで、ということは5ラウンド。伊藤アナウンサーのレポートでした。右のボディ左、右のボディ寄ってから返すの左でした薬師寺。しかし具志堅さん、はい、薬師寺やっぱり強くなってますね。そうですね、まあ、それは2度防衛してるっていうやっぱり自信がありますね、それとやはりマックトレーナーのですね、やっぱりワンツーマンですか、はい、アドバイスをよく聞くっていうかね、それにやっぱり違うなと思いますね。目と鼻を狙えというアドバイスですね。日本ボクシングコミッションから特例として復帰が認められました辰吉丈一郎、負ければ引退。あっ、クロープに詰めた、ちょっとこれは効いたか、なんかボディでしたね、ヒットしましたね、辰吉君の一瞬相手にもたれかかりました左のジャブ。左のジャブで立て直していきます。薬師寺ジャブがいいですよね、薬師寺はね、はい、辰吉は、はい、辰吉はロープに詰めたと思ってますよ。右を逆に打ち返す薬師寺。もう私はただ心配されるのはですね、右のボディ、辰吉君の目がですね、はい、後半にどれに響くかってことなんですけどね、だからやっぱり距離感を掴むっていうのは怖いですね。辰吉の場合は負ければもう引退、そして勝っても目に異常が出れば引退と、打たせないで打って勝つことが義務付けられています。そして右が当たりました。もう負けたら引退ですから、もうこの一戦にかけないといけないと思いますね。アッパーです、薬師のアッパー。しかしブロックしています、薬師寺。ゴンが鳴りました、第3ラウンド終了です。危ないな辰吉、この前のラウンドはこのボディもありまして、前半は辰吉が有利に攻めていました。しかしこの右ストレート、この右ストレートですね、左のジャンプも当たってますね。今のヒットしてる数は薬師寺が多いかなっていう感じしますけど、どうしてもやっぱり入りづらいみたいですね、もっともっとやっぱ懐に入ってですね。辰吉はもうこれまで日本人がやったこともないようなミラクルコンビネーションを見せるというふうにも言っておりました。そして30連発も見せるというふうに言っておりました。それがいつ出るのか。右左、もっと体振った方がいいですね。辰吉君は、辰吉はもっとサイドから行くべきですか、はい、もっと正面に行きすぎるですね、左が入った、しかし逆に打ち返されました辰吉。この戦い方やったら薬師寺の方が有利と思うんですけどね。そうですか、はい、辰吉はもっと接近したら有利や思うんですよね、接近戦では辰吉と言われています。あまりにもちょっとパンチね、ジャブがもらいすぎる、怖いですね、辰吉ちょっと右の目が腫れてる感じがいたします。さあロープ進めた、目は切れてるのはあれだな、辰吉目が切れてますか。いや、チャンピオンが切れてる、チャンピオンの方が、薬師寺の方が、今いいのもらいましたよ、チャンピオン辰吉の右ストレートもらいましたよ、右ストレートが当たりました、はい、ちょっと交代の薬師寺、もう一瞬たりとも目が離せません。あ、右の目はちょっと赤くなってますね、薬師寺は。反撃です辰吉、切れてますね辰吉、やっぱり出ましたね、出ていきます。ここはクリンチ、なんとか逃れようというところ。今のボディ右ストレート、今のすごいです。わあ、すごい、あーっと投げ倒した辰吉、投げ倒しました。しかしここはクリーンに行きます。
してストレートが当たりました。おう、辰吉も強い、そして薬師も強い、ね、いい試合になりましたよね。チャンピオン同士の一戦、世紀の対決、アッパー、そしてフック、ミナッパーから左の返しのフックでした。さらにストレートワンツー、辰吉の右のストレートもいいですね。右のストレート、はい、逆に左のストレート打ち返した。壮絶な打ち合いになっています。チャンピオン辰吉ちょっと左の目が腫れましたね。左の目の方が、はい、そうですか、痛めている左の目、辰吉その目が心配です。だけどあの高台に攻める、あの高台に攻めていく、これが辰吉の攻めですね。これだったら辰吉は強いですね。はい、ロックへ詰めていくね。ただしかし薬師はうまくブロックしてますよ。それがやっぱり落ち着いているっていう証拠ですかね。はい、ゴングが鳴りました。第4ラウンド終了です。私どもの放送席のすぐ後ろには島田紳助さんと赤井秀和さんもお越しいただきました。紳助さん、はい、いかがですか。もうラスト30もう息止めて見てる状態ですね。素晴らしいです。はい、はい、赤井さん、はい、噂にたかわぬ素晴らしい勝負じゃないですか。そうですね、はい、いかがですか。もうこれはどれ当たっても倒れるパンチを打ちますから、お互い、これはどうなるか分かりません。はい、はい、第5ラウンドが始まりました。放送席塩見さん、はい、アウトナーですが、はい、今大久保トレーナーからこの回ゴーの指令が出ました。ゴーの、それにあの辰吉選手が、え、行ってもいいんですかっていう答え返ってきました。あ、そうですか。辰吉陣営はとにかく5回から8回のうちに倒すんだと言っておりました。塩見さん、はい、伊藤さん、コーナーですがね、もう辰吉の左目は見えていないはずだと、かなり腫れているはずだと、狙い狙い、左を狙い、そしてトゥージャブ、ストレート、はい、内に入ったアッパーという指示が飛んでいますね。もう最初からボルテージが上がりっぱなしのこの世紀の対決、行ってもいいんですかと言った辰吉の今右当たりました。右入りましたね。いいの持ってますね、辰吉の。いや、これ本当にこの回何か起こる予感がしますか。そうですね、何か起こるそうですね。これどうしてかというとやっぱりもう本当にもう倒しにかかってきますね。はい、しかしこれはダッキング、辰吉選手の両目腫れてますね。このボディはブロック、あーと右のストレート角度がありました。さらにフック、しかし打ち返した辰吉、この当たりは両者ともものすごい根性です。井岡さん、この意地と意地のぶつかり合い、はい、そうですね、すごいですね。ね、すごい、もうお互い意地と意地ですからね、いいコンディションですよね、お互いが。またさあ、ロープに座る、ここから30連発か、辰吉、あ、しかし体を入れ替えた、ヤシー、やはりあのロープに詰めた時は強いですね、辰吉君はね。左のジャブ当てていきます。こういうやっぱりリングの真ん中に来た時にですね、おーっと切り返した、右ジャブもらいますね。これまで見せたことのないような薬師の動き、お互い相打ちのパンチが続きます。左目がちょっと怖いですね、辰吉の。はい、どうしてもやっぱり右からの右を食いますんでね、右からはちょっと見えないみたいですね。あと右ストレート、辰吉逆に打ち返す、また入れ替えます、ロープに詰める、ここからが辰吉、ゴングが鳴りました。第5ラウンド終了です。ラストの連打です。あ、それでも薬師も打ち返してますね。
この辺りは随分具志堅さん研究の跡が見えませんか。そうですね、あの右のストレートを打ってくるところブロックですね、このブロックは相当これ練習積んだようなんですよ。そうですね、これどうしてかというとね、辰吉君のですね、右のストレートが速いんですね、これも薬師寺よりはやっぱ速いですね、パンチのこのスピードっていうのは。右のストレートはちょっと相手に見えないそうです。しかし一方の薬師寺の右のストレートもちょっとタイミングがずれまして、相手にとっては非常にやりづらいということです。6ラウンドまで来ました。放送席塩見さん、はい、赤井さん、青コーナーです。辰吉選手の左目かなり腫れてますけどね、陣営はね全然問題ないと、あ、そうです、大したことないという話をしてました、それと吉井会長に薬師選手やりますねっていうふうに声かけたんですが、いやまだそこまでは行ってないでしょうと余裕の答え返ってきました。あ、そうですか。しかし辰吉君は試合数はね、少ないんですけど、はい、この戦いぶり、はい、これは本当にもう50戦ぐらいしてる戦いぶりですね、はい、こっから連打、塩見さん、はい、赤コーナーチャンピオンサイドマックトレーナーの声が次第に大きくなりました、ロックだ、ロックのリズムで打っていけ、ワンステップ、はい、もう一歩前に踏み込むと言っていますね、はい、さあロープに詰めている、フック、右のストレート、ボディで返す。しかし、辰吉君の、ファイト、素晴らしいね、感動されるものがありますね、本当に左、さあ、この左は効いたのか、効いていないのか、辰吉君はロープに詰める、打たれても強いですね、過去バンタム級で日本人の世界チャンピオンは4人、そのうちの2人が戦っています。あそこにロープに詰めたら強いですね、辰吉はね、かなり真ん中でやりたいと思うんですけど、左目がちょっと塞がりかけているような状態です。もうこういうファイトしたらですね、私も誰もう本当に、もうどっちかがチャンピオンになってもいいって感じしますね、これ試合前の予想は本当に辰吉が勝つっていうのがやっぱり8割ぐらいだったですからね。そうですね、辰吉有利の下馬評でした。しかし薬師寺はもう本当に自信があるというふうに言っておりました。塩見さん、辰吉の左目切れてますね。そうですね、さあ後線出るか、薬師寺後線出るか、辰吉耐えられるか、左目が切れています、左目の上が消えています、打ち返す辰吉、この辺りは波のボクサーではありません、辰吉上一郎、さすがに日本一の人気者、ゴンが鳴りました、このラウンド終了です。赤コーナーの薬師寺、両目の上をどうやらカットしているような感じなんですが、もうね左目はまず見えないと思いますね、辰吉の方も左目の上を切ってますね、辰吉の方は左は大変だと思う、本当にもう右でやってるだけじゃないですかね、ね、辰吉の左目がなんか異常に腫れてますよね。そうですね、ちょっと腫れ方が、薬師寺の方もね、かなりパンチもらってますよ、ちょっと距離がつかめなくなっているのか辰吉、あるいは相手がパンチを打ってきて、そしてそれでもって距離感をつかもうとしているのか、このラウンド薬師が出てきましたね、塩見さん、はい、どうぞ。コーナーチャンピオンサイド、薬師のまず目の深さなんですかね、だいたい 2センチぐらい切っているようですね、はい、それから相手はもう左が見えていない、はい、どんどんジャブを出して前へ打っていけという指示が盛んに飛んでいます。薬師のトレーダーマック栗原はカットマンとしても非常に有名です。放送席塩見さん、はい、赤井さん、青コーナーですが、はい、辰吉選手の左目の上切ったところなんですけどね、かなり私の位置から深く見えたんですが、吉井会長はいや問題なんだと、大丈夫だという話をしてました。あ、そうですか。こちらもカットマンにミゲールディアスが入ってるんですが、入念に治療してましたね、はい、もう1ラウンドこそ静かだったんですが、2ラウンドからは激しい打ち合いになっています。
ちょっと左目がかなり切れているようです。しかしそれでも打っていく辰吉、これがファンの心を打ちます辰吉。ここだったら強い、このボディね、右のストレート、辰吉の得意とするボディが出ましたね、ボディ打ちは辰吉うまいですね、辰吉ちょっと鼻じめて出るようです。逆に打ち返していった薬師寺、あボディ、左のストレート打って体勢立て直します薬師寺、右のストレート避けました、すごい辰吉ね、ガッツありますよね、こんなね、かなり打たれてるんですがね、足を使います薬師寺、絶対に下がらないんだと言っていました薬師寺です。マークは絶対下がるなという指示は出さないだろうと言っておりました。先方として下がることがあっても相手に打たれて下がることはないと言っておりました。右スライド、また右左、こんなに打たれている辰吉はあのラバナレス戦嫌いではないでしょうか。ここでゴング、第7ラウンド終了しました。7ラウンドの薬師寺の攻撃です。右から左と当てました。以前は左から右としか当たらなかった薬師寺のパンチ、しかしマック栗原の指導のもと右から左というのも当たるようになっています。一方辰吉の方にも大久保トレーナー、そして島田トレーナー、谷野トレーナーがついています。辰吉が8ラウンドまでには対戦倒すと言っておりました。その8ラウンドがやってまいりました。いよいよ8ラウンドですよ、ね、あっという間ですよ ね、もう今数えたら8ラウンドですよ、びっくりしました。これはですね、あの試合前の予想と全く違いますね、5ラウンド以来にみんなあの辰吉が倒すんじゃないかっていう予想だったんですね、長引けば薬師寺じゃないかという話がありました。そういうふうに、やっぱりあのマスコミはそう言ってましたね、塩見さん、はい、赤コーナーマックの声が変わりました、勝負勝負、そして倒せ、あんな野郎を倒せと言っています。そうですか、ちょっと目がかなり塞がっているような辰吉の表情です。ああ打っていきます。これはですね、あの判定までいったら大変なことになると思いますよね、大変なこと、まあうん、まあこれポイントなんですけどね、だけどあの辰吉本人がね、はい、もう目がね、もうちょっと目が心配、はい、これはもう12ラウンドまで刺したら大変なことになりますよ、全く見えてませんからね、見えてませんか、はい、この状態は、はい、左目ですよね、異常なぐらい腫れてますよね、井岡さん、ほとんど薬師寺のパンチばかりが当たるようになっていますね、このラウンドは、ね、これあのセコンド、よく判断してほしいと思いますけどね、はい、しかし何かこう言いながら前進してまいります辰吉、打っていきます、しかしブロックする、ローブに詰める、しかし簡単に体を入れ替えました薬師寺、まあ、テレビのねご覧の皆さんね、やっぱり辰吉で勝ってほしいとかね、辰吉ファンがもうやっぱり多いんですよね、これはもう相当の数だと思います、はい、人気の面ではもう完全に辰吉、まあ、テレビを見てるのとですね、私なんかやっぱこの目の前で見てるのとやっぱり少しは違うと思うんですよね、この左目を見たらですね、なおさら心配なんですよね、はい、左目は ほとんど塞がって、そして右目がわずかに半開きという感じが、レフリーがストップをかけた後にちょっと右ストレートを出しました。放送席塩見さん、はい、青コーナーですが、そのあたりですけどね、吉井会長はね、はい、激しい試合になりましたよと水を向けましても、いやまだまだこれからですよと、とにかく左のリードをうまく使って、ボディを打ち分けろと、こういう指示を出してました、はい、一方赤コーナーですが、はい、容赦ない左目への、ね、追求が出されていますね、はい、右へ回れ、そして踏み込んで打て、これだけです、打ち返していく辰吉、
なんとか反撃をする辰吉です。ここでゴング第8ラウンド終了しました。第8ラウンドはもう一方的な感じの躍進でした。リングサイドでご覧の島田紳助さん、いかがですか。もうちょっと目が見えてない状態ですからね、頭つけてね、なりふり構わず行ってもらいたいですね、もう距離を取ってたら向こうのパンチ見えてないですもんね、赤井さん、いかがです。素晴らしい死闘ですね、本当にガッツのお互い素晴らしいです。辰吉第8ラウンドまでに倒すことはできませんでした。そして第9ラウンドです。左のジャブを振るっていきます。井岡さん、ちょっと、距離取れてないですね。そうですね、もうね、体ではよく出るつもりなんですけどね、当たってると思うんですよ、自分自身で納得いかない思うんですよ、辰吉はこのやり方はね、左のジャブで軽快にリズムを取ります薬師寺安生。一方、自分のペースがつかめません辰吉丈一郎。だけどね、辰吉の一発もありますからね、今年のこの右ストレートはやっぱり強力なこの右ストレートがありますからね、まだまだそれが打てますからね、辰吉の場合は。そうですね、それとやっぱりパンチにね、まだスピードがありますよね、そうですね、まだ連打するときはスピードありますよね、そういうこともあってか、具志堅さん、まあ薬師寺の場合ちょっと慎重かなと思いますが、ワンツースリーと当たった。そしてボディこの右を当てていきます。この右ストレートですね。距離がつかみにくいと思いますね、辰吉は。近い距離にあるのに手出さないですもんね。右のストレート追い詰めていく辰吉。これ薬師寺結構見てるんですよね、ブロックしてますね、血が流れています。まさに死闘になりました。 WBC 世界バンタム級統一王座決定戦、本当に死闘になっています。あるいは早いラウンドでの決着もあるのではないかと言われていましたが、どうしてどうしてもう9ラウンドまで来ています。薬師寺も両目切ったんですかね、これ。早い回で切ってましたからね、浅くではありましたけれども、ちょっとそれが深くなっているのかもしれません。左しかし具志堅さん、完全なヒットじゃないですね、今の2発も。少しオープンかなっていう感じしますけど、ちょっとそのパシンパシンというような音がすると思いますが、そういう時はあまり当たっていません。左がね、薬師の左をやっぱりもらってるなって感じしますよね、このジャブね。さあちょっと体勢を崩しかけた薬師なんですが、ここでゴングが鳴りました。第9ラウンド終了です。メガネスーパーって一度も行ったことなかったんだけどね、すっごく安いの。いや本当だよ、レノマポロダンヒルランセル、ディオール、ホヤニコン、キャビン、レイバン、サンローラン、アランニティ、パーソンズ、フェンディ、関西、トラサルディ、ボチロム竹蔵、ローデント、花屋メガネスーパー20周年シャオンセール5割は言ってる。辰吉、薬師寺、両方の声援が交差します。名古屋市総合体育館レインボーホールです。第9ラウンドはもうこれ薬師寺のラウンドと言っていいような感じでしたね。そうですね、しかしヒットはね、辰吉の方にもありましたよね、一発一発魂を込めて打っているという感じがあります。ただやっぱりもうこっちまで来たらですね、チャンピオンの薬師寺、やっぱり防衛してるしね、何か自信を持ってるんですよね、自分のペースでやってますね。そうなんですよね、塩見さん、
はい、赤コーナーですがね、マッカラの指示はですね、はい、この調子でいけ、どんどんいけ、相手を倒せ倒せと言っています、はい、そして増田会長は逃げたらいかん逃げたらいかんとしきりに繰り返していますね、はい、薬師の場合は具志堅さんちょっと見る癖があるんですね。そうですね、もうここまで来たらですね、逃げる人が負けですよね。はい、うん、気持ちでどちらが逃げないか、まあ、辰吉が逃げるということはないでしょう。右当たりました、逆に右を返していった薬師寺。本当に私右のストレート、辰吉、薬師の試合をですね、今まで見てきて、やはり精神的なもんですか、はい、大きいですね、強くなりましたね。あるいは辰吉のその人気、それがパフォーマンス、そういったこのカリスマ性というものもありまして、それにちょっとこう精神的にプレッシャー感じるのではないかと思われたんですが、そういった感じはありません。放送の時塩見さん、青コーナーですが、辰吉選手の左目の上の傷なんですがね、まあ、昇降状態ということで、まあ、心配ないだろうと吉井会長も話してます。あ、そうですか。それとね、このラウンド始まってからしきりに辰吉しっかりこう気持ちをしっかり持てと、こういうアドバイスを飛び出しましたね。そうですか、陽子さん、はい、辰吉に対して気持ちをしっかり持てというアドバイス、そうですね、お聞きになりました。もう辰吉はもうこれ精神力だけで立ってると思うんですよね。そうですか。もう目はもうほんまに見えへん状態だと思いますね。これ精神的にも勝った方が強いでしょうね、この試合は。もうまたもうお互いですね、両者とも絶対もう負けないと、そういう意気込みもやっぱありますね。チャンピオンと暫定チャンピオン、2人のチャンピオンが意地と意地のぶつかり合いです。日本でもこうタイトルマッチの中でないんじゃないですか、こんなに素晴らしいエキサイトしてね。お互いに視力を振り絞っての戦いになっています。体では避けてるつもりなんでしょうね、辰吉はね、もう目の感覚でちょっと当たってまうんですかね、体を揺すりながら、その辰吉独特のスタイルなんですが、それとやっぱり反射神経とですね、体でボクシングしてるね、動きをですね。はい、あと余裕だったか。ここでゴング第10ラウンド終了です。具志堅さん、はい、ラウンド終盤で辰吉がいいパンチ出しましたね、右のこのストレート、はい、ちょっとその薬師のプレッシャーというのが甘くなってるとか、そういうことはありますか。それは僕はもうね、実際はもうまずないと思いますね。あ、そうですか。はい、もうここまで来たらですね、もうとにかくセコンド陣のね、アドバイスですよね、はい、もう勝負をとにかくしなくちゃいけないと思います、辰吉の場合はですね、辰吉勝負にかけてくるでしょうね、もうあと2回ですから、はい、もしかしたらこれ最後までファイトしそうな感じもしますね。ノックアウトで決まるのではないかという予想が非常に多かったこの試合、判定まで予測した人は少なかったように思います。塩見さん、はい、その判定につきましてね、今過去の増田会長に聞きました。オクラッシュ効いてないという辰吉。はい、伊藤さん、辰吉効いてますね、すいません。今のところですね、はい、薬師寺が4ポイント勝っているということですね。はい、薬師陣営では4ポイント勝ってるのではないかという読みです。もうお互い精神力無償、右当たった、辰吉に当たります、この右当たらない、薬師の左も空振り、ガードを高く上げます。薬師お互いに本当にスタミナがありますね。このスタミナというのはもう世界選手からですね、自分のトレーニングはもう積んできますね、普通のもうあの試合と違いましてね、世界タイトルマッチっていうこの文字だけでもね、はい、練習量は違うしね。さ
左、辰吉が詰めていったんですが左で返す、辰吉の右は肩越しでした。しまいました、すまんといった表情の辰吉。しかし斉藤君のマナーというのもいいですね。あの辰吉君は打ち合います、打ち合います、お互いに手を出します。場内の声援も辰吉と言っているのだか薬師と言っているのか全くわからない状態になっています。どちらのコールもものすごい、ものすごい歓声、レインボーホール、ゴンが鳴りました。第11ラウンド終了です。試合はついにラストラウンドまで来ました。この薬師の猛攻にも聞いてへんという辰吉、井岡さん聞いてないわけはないんでしょうけどね、はい、そうですね、あの11ラウンドの最初は聞いたんだったでしょうね、精神力で盛り返しましたね、精神力ですね、はい、いやもうしかし最後は綺麗にグローブを合わせて最終ラウンド、いやもうこれ最後に来てですね、もう辰吉君 の、 あの戦ってる姿、はい、いやもう私感動されますね、本当に見る者の心を揺さぶります。辰吉のファイト、そしてそれに応ずる薬師のファイト、そうですね、両方に拍手を送りたいですね。どっちも素晴らしいですね、こんないい試合した、僕もまだまだ練習せなきませんよね、これでなんか開けないパンチで決まってほしくないですね、こうなったら。放送席塩見さん、はい、青コーナーです、吉井会長はワンポイント辰吉の方が上じゃないかと、はい、こういう採点してますね、それからあの最後送り出す際に練習で徹底的に鍛えたあのチャンスでの30連発、はい、あの30連発のパンチを見せてくれと、こういうふうに声をかけました、はい、この状態の中で30連発が打てるのか辰吉丈一郎。どうしてもね、あの、もらってるパンチは右のね、あのストレートですよね、あの、はい、薬師陣ですね、はい、塩見さん、はい、一方赤コーナーチャンピオンサイドですが、もうここまで来たらやるしかない、ミスターチャンピオン、お前がチャンピオンなんだ、安い行け、マックの悲痛な叫びが聞こえてきます。はい、辰吉は右ストレートが見にくいでしょうね、薬師陣の、左目が塞がってますからね、今の連打効いてますね、あのヒット、あのヒットしましたね、打っていきます、辰吉のこの最後の攻撃はいいですね、ガードを固める薬師寺、最後の気力を振り絞って、もう残る力の全てを振り絞って辰吉が打っていく、ちょっともつれている両者、お互いを高め合っているというこの両者の対戦です。右当たった、左当たりました、辰吉薬師の右のストレートが当たった、残りカード20秒、判定になるのか、あと15秒、あと10秒です、あと10秒です、そして固く抱き合った両者、いやもう本当に辰吉君も本当に辰吉君もご苦労さ、ここまでもう僕はファイトすると思わなかった、
試合前はお互いがお互いに攻撃をしているという感じだったんですが、しかし最後はリング上で抱き合いました。もう友達になったっていうかね、もうこれがスポーツですね。え井岡さん、この姿がしかし見たかったというようなものでしょう、はい、僕も予想がほんまつけにくかったんですけどね、12ラウンド見れてほんまに良かったです。しかしこれは判定が非常に微妙になります。どういう判定になるでしょうか。勝利を、自分の勝利をアピールしている薬師寺辰吉は本当に自分の力を出し切りました。判定は一体どっちになるんでしょう。辰吉のあれかな、どっちになるでしょうか、もう辰吉がどうでしょうね。まだ判定が出ませんけれども、両者ともに主力を振り絞りました。12ラウンドだけど、これはね、もう採点も割れると思うんですけどね。採点これ本当難しいですよ。どっちが勝ったとか、まあ、日本のジャッジが2人ですね、女性ジャッジが1人ですか、はい、アメリカの女性ジャッジが1人、ね、採点もちょっとやっぱり、難しい面もあると思いますね、はい、ジャッジはカロール・カステラーのアメリカ、そして日本の浦谷信明、森田健。ただいまの採点をお知らせいたします。ジャッジカロール・カステラの116対112、薬師寺。ジャッジ森田114対114、ジャッジ浦谷115対114、薬師寺。薬師寺です。薬師寺が勝ちました。しかも判定で勝ちました。3度目の防衛成功です。 WBC 世界バンタム級統一王座決定戦、2対0ですか、世紀の対決。2対0、1人はドローでした。2対0で薬師寺の判定勝ちです。勝ちました。チャンピオン薬師寺には保坂誠コミッショナーより認定証が授与されます。勝ちました。集計が今入りました。アメリカのカステラーノが薬師116、そして辰吉112、そして、浦谷が115対114で薬師寺、そして森田が114対114、2対0で薬師寺が勝ちました。しかしどっちが勝ったとか負けたとかそんなことはあまり言いたくない、そうです、言いたくない。素晴らしい一戦でした。薬師寺野生殿、あなたは1994年12月4日愛知県において辰吉上一郎と WBC バントム級タイトルマッチ。本当にどちらが勝つかわからなかったこの対戦、12ラウンドフルに戦いました両者。薬師寺が何かこうグッとこらえている感じがあります。薬師寺もやっぱり力つきましたね。続きまして勝利者トロフィーが中部日本放送株式会社業務取締役佐橋義子様より薬師寺選手に贈られます。CBC の佐橋常務から勝利者トロフィーが薬師寺に贈られました。続きまして同じく勝利者トロフィーが王座決定戦、王座統一戦、後援会長宇佐美紀夫様より贈られます。辰吉がファンに一礼してリングから去っていきます。続きまして同じく増田ボクシングジム相談役寺倉二郎様より同じく勝利者トロフィーが贈られます。爽やかにリングを後にしました辰吉丈一郎。これで引退というのはあまりにも惜しい感じもいたします。放送席、チャンピオン薬師寺野生選手です。おめでとうございました。ありがとうございました。いい男は台無しですね。薬師寺さん、すごい試合でしたね。いや、辰吉君の方もね、すごいファイトで来てたんで、もう気合だけではね、絶対負けれないということで、はい、あの左目が腫れた辰吉さんの顔を、はい、いつまでも殴り続けました。あの時の気分は、いや、もう戦うだけで精一杯でした、はい、そしてこれで暫定でもない本当の真のチャンピオンがただ一人になりましたね。はい、
これでね、皆さんにチャンピオンと本当これで認めてもらえると思うと嬉しいです。はい、世紀の一戦、この歴史的な瞬間を皆さん証人のようにじっと見守ってくださいました。皆さんに一言お願いします。そうですね、まあ、名古屋の皆さんも本当にありがとうございます。でも大阪からね、わざわざ来てもらった人も本当に辰吉君応援来たと思うんですけど、辰吉君、今まで僕が26戦やった中でね、もう一番強い相手だったんで、もう本当に今日勝てたのはね、これはただの運でね、どっちが勝ってもおかしくない試合だと思いました。はい、ありがとうございました。チャンピオン薬師寺康生選手でした。勝ちました薬師寺選手には、お米1年分が贈られます。いや本当ね、赤井さん、はい、感動でしたね。いや感動ですね。いや本当今ね、横で見てきてこのスタジオに入ってきたんですけど、本当に感動しましたね。もう負けても辰吉陽一郎はやっぱり素晴らしかったし、そして彼らのほっと二人のファイト、はい、僕薬師選手いろんなことを教えられました、はい、ね、なんかどんくさいボクサーじゃないですか、そんなに才能のない、それが彼がこの3年間ね、やっぱ辰吉にスパリングボコボコやられてから基本同じこと、もう同じことばっかり繰り返してきたという努力の選手ですね。努力ですよね。だからそのこうロープに追い込まれて、ボクシング一緒にいっぱい見てきましたけども、コーナー追い込まれた、普通基本で言うと赤井さん左へ回るっていうのは基本ですよね。それを左へ回らずに前に打ちながら前に出ていく、本当魂のぶつかり合いという試合でしたね。いや僕はね、辰吉のガッツ素晴らしかったと思う。僕の採点で見てましたらですね、1,2,4,5,6,12 と辰吉が取ってまして、ドローになってたんですけどね、やっぱりそのジャッジの見方によっていろいろ違うんでしょうなと思いました、ね、でも井岡さん、今こちらに来られたんですけども、本当にね、もう綺麗な言葉で喋れませんね。そうですね、ほんまに自分でも勉強になったしね、ほんま2人にほんまに新助さん言ってた通り拍手を送りたいですね。ほんまに本当に素晴らしい試合でしたよ。なんかね、ボクシングちはね、そのなんていう技術や何でもないと、もう世界のトップ行けやもう一緒やと、力の強さはもうそこからなんか魂の男同士の魂のぶつかり合い、意地のぶつかり合いっていうのをすごい感じましたよね。井岡さん、本当明日から練習して、はい、明日からもう励みます。いや本当にね、はい、もうなんか練習中な、ただサンドバッグなくてシャドウするだけ練習やないやみたいな、なんか本当にもっと違う心の部分を鍛えないといけないかなっていうのを、なんか我々の他の仕事の人間までもなんか今日は感じましたよね、素晴らしい試合、もうこれはもう世界のボクシング史上に残るような大戦やったですね。そうですよね、今ボクシングが下火とかいろんなこと言われてますけども、これを見てやっぱもう一度なんかJリーグばかりに行かずにですね、ボクシング注目にもっぺん注目してなんか始めてもらいたいって、そんな気持ちですよね。伊藤さん、はい、今日は本当になんか体にいっぱいいろんなものを吸収したんじゃないですか。そうですね、もうやる気が出ましたね。僕も明日の朝からまた走らなあかんよ、気持ちに綺麗な気持ちになりました。そして井岡さん、この、はい、こんな試合をね、ボクシングファンに見せてください、はい、するとね、もうやっぱり、ね、僕は久しぶりですね、勝ったもの負けたものにこんなに1万人の拍手が起こったの、はい、そして辰吉君がその薬師選手を抱き上げたあの姿、本当の姿だと思います、ね、本当にもういろんなボクシングの試合見てきましたけども、こんなに感動的でこんなに素晴らしい試合、そして12ラウンドもうだれる場面が1秒もなく戦いでしたよね、はい、素晴らしいですね、僕ね、見てまして、もう中継されてもすごかったでしょ、自分でもう本当に力が入って、最後はどう言っていいかわからなかったんですけれども、どちらにも倒れてほしくないと、そうそれだけだったです ね本当に天野さんに言うとこれですよね、なんか本当に、ね、目頭が熱くなってしまいましてね、なんかもう12ラウンドの始まったぐらいから2人にありがとうという気持ちでね、本当にいい試合見せてくれてありがとうと、お互いがお互いを高め合った素晴らしい試合ですね、これは、はい、本当に今日ボクシングを初めてご覧になった方、そしてボクシングに興味のない方も今日見られたかもしれませんが、今日は全くボクシングに興味のない方までですね、心の中大きく揺れ動いたと思います、ボクシングというのはこういうものです、これがボクシングというものです、はい、今薬師選手がこちらの方に来られたんですけども、中継の方がもうあと10秒で終わってます。本当に素晴らしい試合ありがとう、素晴らしいメッセージありがとう、本当にありがとうございました、本当に素晴らしかった、本当に素晴らしかった、全国のボクシングファンの皆さん、本当にありがとうございます。